夏夢なぎさ、夏夢なぎさの方実況を始めていきます。さて、今日は森まで道木マキとやらを探しに行かなければならない。いや、本当はならないわけじゃないんだけど、いつの間にか謎の少女に頼まれた人探しがしっかり俺の日課になっていた。まあ、それほど入念な準備をすることもないだろう。森に向かうということで、何をどのくらい用意したものかと悩んだが、もともと家になったナップサックに収まる程度になった。森といっても、この間は海岸一丁で抜けていったんだ。さして険しい森でもなかったし、簡単な装備で十分だろう。アパートのある住宅地から南に自転車を走らせると、ソレイユ原生園に到着する。広大な敷地の一部はレジャー用に整備されており、キャンプ場をはじめとした各種レクリエーション施設が揃っている。しかしほとんどは保護区ということで、一般の立ち入りが禁止されている。周りに見かける家族連れなどもほとんどがビジターセンターの出す一般区画へ流れていくようだ。しかし南西に行くと、やがてひまわり畑も途絶え、手つかずの草むらが広がっているだけだ。そして森の入り口に沿って、この先立ち入りを禁止します、ご協力をお願いします、泉市役所、縦看板がたまに目につくように。立ち入りを禁止しますと言っても監視員が立っているわけでも、有刺鉄線が張り巡らされているわけでもない。悪いけどご協力できません。森に入り1時間ほど歩いただろうか。それだけ歩けばどこかしらに行き着くかと思ったものの、うっそうと立ち塞がる森の景色は変わり映えなく延々と続いているだけだった。おとといはただひたすら森から抜けることを考えて歩いていたけど、そういえば森に入ってから一匹も動物の姿を見かけていないのが気になる。イノシシとか野犬に出てこられても困るけど、小動物の一匹もいないみたいだ。鳥の声と歯が風に揺れる音だけが妙に寒々と響いている。大きな密室に腰掛け、持参したペットボトルの水をラッパ飲みする。いくら森の中が比較的涼しいとはいえ、これだけ歩けば大量に汗をかいていた。思っていたよりしんどいハイキングの様子だ。引き返そうか。軽い気持ちで訪れたものの、地図さえ確認してなかったのが悔やまれる。この森、思っていたよりは深いそうだ。今ならまだ戻れると思うけど。突然の甲高い声に振り向けば、てってけと茂みをかき分け歩いていくペンギンの姿があった。初めて会った動物がペンギン、どんな森だよ。俺の視線に気づいたのか、ペンギンもこちらを見る。よそ者でも観察するような、どこか迷惑系の視線だ。けと歩いていった。巡礼ペンギンが、アホな。あんな短足が涼しげにハイキングしているとは。ベタバッチャ、情けないよな。頑張っていこう。で、安全に迷っちまった。中途半端に小道がくねくねと通っているもので、
ついついそれをたどりながら北進しているつもりが、いつの間にか完全に方向を見失い、もはや自分がどの辺にいるのか見当がつかない。問題ない。地図で見る限りそうひどい森ではないはずだし、とにかく進んでいけばどこかに抜けてたの。大丈夫かお前。抜けないし、そろそろ空も夕日に染まり始め、黄金色の光が木々の合間からさらさらとこぼれてくる。けどなんて見とれている場合ではない。早くしないと日が暮れてしまうじゃないか。永遠歩きやすい道を選んで進み続ける。あれから数十分、下手すれば1時間以上歩き続けた気がする。不思議なことに、まだ空は夕日がかっていて、日暮れには間がありそうだ。むしろ先ほどから辺りが明るくなってきているように見えるのは錯覚だろうか。木々の向こう、夕時だというのにそこだけ日盛りの時間のように妙に明るく輝いているように見えた。あれは白い光のもやに包まれながら、ゆらゆらと周囲の景色ごと揺れている。あ、光の方へ引き寄せられるように歩いていく。ぽっかりと小さな公園程度の空間があった。ここは古びた建物が辺りの木々に溶け込むようにひっそりと佇んでいる。人が住んでいるのか。見上げれば出窓にかけられた洗濯物がひらひらと風になびいている。軒先の木にぶら下げられたブランコが小さく音を立てながら揺れていた。気のせいか、つい今しがたまでそこで誰かがいたような。何の施設だ。誰かが日常的にここで暮らしているのはもう間違いないようだけど、見回した限り人の姿はないんだ。正面の建物に沿って歩いてみる。裏手にも同じような建物が並んでいるようだ。俺が立っている庭には綺麗に芝生が生え揃い、脇には整然と花が植えられている。綺麗だけど見覚えのない花だ。建物の裏手、土を掘り返して作った砂場のような一角があり、遊具が散乱していたりする。ふと保育園とかそんな場所を連想した。もちろん俺にはその頃の記憶があるわけではないけれど、こうしていても始まらないか。帰り道を教えてもらえるかもしれない。少し迷いながらも、インターホンを押してみることにした。しばらく待っていると。何かご用ですか？人が出た。面会の方ですか？面会？今日予約は入っていなかったと思いますが。いや、森を迷っているうちにここに来て。ああ、そうですか。迷っていると。なるほど、それはそうかもしれませんね。さもなければここに来る理由なんてないのですから。窓を俺に構わず、インターホン越しの女性は話し続ける。ここはある特殊な事情の患者を受け入れているサナトリウムです。
地図にも載っていません。関係者か、さもなければあなたのような遭難者が偶然迷い込む以外はないということです。サナトリウム。それでご用件は。さっきも言いましたけど、森を抜けられなくて困ってるんです。帰り道を教えてもらえませんか。構いませんよ。ただどこに帰りたいのですか。は？森を抜けると言ってもいろいろですから。南に行けば海に出られますし、あるいはもっと別のどこかにお帰りになりたいのでしょうか。原生園に出られればいいです。そこから町に帰りますから。待って、海に出てどうするというのか。そうですか、なるほど、わかりました。振り向いて右手の森の中へ、道が通っているのが見えますね。言われた通り振り返る。確かに道が通っているようだ。その道をたどってずっと歩いてください。途中で道は途切れていますが、そこからは茂みの中を向かって左手に進んでいけばすぐですよ。今からなら日暮れまでには抜けられるかと。右手の道をまっすぐ行って左ですね。わかりました。そのくらい単純なルートなら大丈夫かな。ありがとうございます、助かりました。ね、探し物見つかるといいですね。できればあそこに一泊させてもらえばよかったかな。ただあまり部外者を歓迎していないみたいだったし、歩きながらふと引っかかるものがあった。探し物見つかるといいですね。俺は人を探してここに迷い込んだと話したか。いや、多分話したんだろう。振り返ればサナトリウムは森の向こう、その姿はほとんど見えない。そしてあの場所の印象もつい先ほどのことなのに不思議なくらい希薄になっていく。一時幻でも見ていたように曖昧に。で、全然抜けられないじゃないか。確かにあの人の言う通りに進んでみたはずなのに、気のせいかさらに奥へと迷い込んでしまった気がする。やがてほとんど日は落ち、視界も効かなくなってきた。認めたくはないが、本格的に遭難してしまったらしい。のたれ死にという最悪の単語が頭をかすめる。いやいやいや、たとえここで野宿することになっても、明日になればさすがに抜けられるだろう。しかし、ここで野宿か。月がよく出ているせいか、わずかにあたりは伺えるものの、こんなところで一人野宿というのはそっとしない話だった。昼は何も見かけなかったが、夜行性の動物とかいたりするんだろうな。茂みが揺れる。風。何かがいる。揺れの大きさからして、リスなど小動物の類ではなさそうだ。そうだ、ペンギンか。いやだ、この森でもたびたび見かけたもんな。気配は目の前まで迫る。そして、茂みの中からぬっ払われた影があった。うわ。ペンギン
ペンギン。ペンギン？予想通りと言っていいのか？ペンギンが立っていた。ペンギンだと。上背は俺とほとんど変わらない。左右に大きく開いた目は握り拳のガード。ペンギンなのか？こいつは果たしてペンギンと呼んでいいのだろうか？ペンギンらしきもの。いつか聞いたことがある。遠征園の森の奥深く、とある研究所にて行われた実験により、恐るべき人食いペンギンが生み出されてしまったと。研究所の職員を殺害し脱走したペンギンは、森に潜み迷い込んだ人や野犬を捕食しているという。ただ、同志のペンギンだけには牙を向けないとか。もしも運悪く人食いペンギンと出会った時には、ペンギンのふりをしてみせれば見逃してくれるらしい。ペンギンマンイーター。やるしかないのか。パタパタ両腕をバタすかせながらピーピー口笛らしきものを鳴いてみる。そんな俺を静かに見つめながら、ペンギンはのそりと前に踏み出し、何をしているんだい？かすかに首をかしげながらそんなことを言った。なるほど、道に迷ったと。続いて観察をすれば、それが単なる着ぐるみであると簡単に分かった。しかし、人食いペンギンとは俺も随分疲れていたらしい。まあ、こんな森の奥でペンギンの着ぐるみに出会うというのも、人食いペンギンと同じくらいシュールな状況だと思うが。森に慣れない人間が随分奥まで生えてきたんだね。不用心だよと諭すように言う。というあんたはここがどのあたりか分かってくるか。まあね、慎重にマッピングしながら活動範囲を広げてきたんだ。よかった、こいつまで遭難者というわけではないらしい。俺の先を行くペンギン博士が振り返り、手、羽で向こうを指さした。君はこの森がどのくらいの広さか知ってるかい？さあ、考えたこともないけど、大した広さじゃないだろうと歌をくくっていたとは言えない。実は僕も知らないんだ。なんだそりゃ、人に偉そうなことを言っておいて。図書館にある地図で見る限りは原生園の数倍程度の広さと見えるんだけど、とんでもない。僕もかれこれ一月は調査しているけど、まだ全容が見えてこないし、航空写真を確認してもなぜかこの森の一帯だけ霧がかかっていて、よくわからないんだ。ふーん。話の内容にはあまり興味はないけど、彼が随分とこの森について調べているらしいことはわかる。まあ、それよりも、女性の声だよね。俺はお前の格好の方が気になるんだが、何なんだそれは。遊園地のマスコットだよ。着ぐるみの使い古しを手に入れてね。遊園地のマスコット、これがマスコットね。こんな不気味な着ぐるみで子供たちは泣かないのか。いや、なんでそんなものを着込んでうろついてるのかって聞いてるんだが。調査のためさ。調査？最近は特にこの森に生息しているペンギンの生態について研究しているんだけどね、彼らなかなか警戒心が強くてうまくいかないんだ。まさかそれでそんな格好してるとか。5メートル、いや効果てきめんだね。この姿を見て
彼らは仲間と思うのか、全く逃げ出さない。そうなのか。これを仲間と思うかな。僕の事情はさておいて、君はどうなんだい。何の用があって迷い込んだのかな。人探しよ。こんなところにかい。面白いね。ああ、でも何かしらの施設はあるみたいだし、あんたといい、実は結構人が入り込んでるんじゃないか。施設？なんだいそれは。向こうの方だっけか。サナトリウムがあったと思う方向に顔を向きながら、療養所があって、そこで道を聞いてきたところだ。療養所。反芻しつつ、金銀博士は眉をひそめ、いや、着ぐるみだからわからないが、多分そんな顔をしている。知らないな。ずいぶん歩いたけど、森の中で建物はおろか、人に会ったのさえ、君が初めてだよ。そうなのか。あるいはこの森にはあの手の建物が点在していたりするのかと思ったけど。まあ、また調べてみるよ。それより迷ってるんだよね。それなら予備の地図を貸してあげよう。金銀博士が歩き出したので、俺も後に続く。と、着いたよ。少し開かれた場所に緑色のテントが張られているのが見えた。ここでキャンプしているんだよ。金銀博士がスタンドランプのスイッチを入れる。パッと明かりがつき、あたりを照らし出す。ああ、人工の明かりがこれほど人をほっとさせるとは。見ればテントの前には焚き火の跡があり、飯盒の準備までしてある。こんな森の奥で調査のためとはいえ、一人でキャンプしているとは。金銀博士、ちょっと尊敬してしまうな。ほら、これが予備の地図。こいつを見ながら進めば、迷わず森から出られるはずだよ。ああ、それは助かるんだが。一日森をさまよって、正直体力は限界に近い。それに情けない話だが、かなり心細くなっていた自分がいた。今からまた一人夜の森を歩いていくというのは気が進まない。なあ、あんたのテントに今夜泊まらせてもらえないか。ん？僕のテントにかい？いや、見た感じそんなに小さくないし、二人くらいなら大丈夫かなと。先ほどから親切に何くれとなく世話を焼いてくれるペンギン博士だったが、この申し出には沈黙してしまう。身ぐるみ越しでどんな顔をしているかわからないが、ひどく困惑している様子が伝わってくる。まずかったか。いや、いいけどね。そうだね、今から帰るのも不安かもしれないね。うん、構わないよ、泊まっていくといい。そうか、サンキュー。これで寝るの？これで寝るの？このまま寝るの？これで、本日の実況ここまでで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。